今回は油絵の具で紙に描いています。オイルドローイングっていう感じで、これも簡単にしたいんですけど、なかなか簡単にはまだいかない。何か違うんですね。簡単にいくようなことではないんですね。僕の中ではまだ探ってるんですね。何が正しいのかをまだ探ってる、これは最初に土台をもう作った段階から始めてるんですけど、2つにこのビデオを分けて、1つ目なんです。で、油絵の具、土台作って乾かすっていう、やっぱり1日間を置くっていうことはそれなりの意味があって、一気に描くこともアラプリマでもいいんですけれども、2回に分ける、昔はもう本当に何ヶ月もかけて描いてましたけれども、最近はなんかそういうこともなかなかしなくなってきて、大きな作品になるとやっぱり何ヶ月も、大きな作品今29回ぐらい描いたかな、描いたら1の2、1の3みたいな感じでですね、日記をつけてるんですけれども、29ぐらいまでいったかな、100号で、なかなか終わんないですね。やっぱり大きいと難しいんですかね。これぐらいサイズだと1日で終わらそうと思ったら簡単に終わるし、本当10分でもいいと思いますし、10分の方が良かったりします。よく教室なんかやってる時に3分までしか描けないルールでですね、描いてもらうんですね。で、短い方がみんな見れるんですよね。長く描くと見れなくなってくる。長く描くと自分の絵を見始めるから、対象を見なくなるんですね。3分ぐらいだとまだ、画面にも怖がってるし、画面も怖がってるし、対象を完全にこう見ていこうっていう姿勢にもなかなかならない、そういう、状態の時ですから、それが画面に現れるんですね。で、それを見てもらいたいっていうのもあってですね、やるんですけど、みんなもう何回かやるとですね、何回か繰り返して3分ですから、もう小1時間近くやるとですね、みんな慣れてきてですね、その3分でですね、かなりいい、俊敏な反応ができるようになるんですね。慣れですよね。で、そうすると、3分でもみんな絵描けるようになるんです。時間っていうのは不思議ですけれども、完成するときは一時に完成するんですね。積み上げて完成するようなもんではなくて、何か、一瞬で完成する、時間が、重なりによって完成するんじゃなくて、飛躍するんですね。飛躍したときに時間が、本当に、千日が一日のごとくですね、一瞬で完成する。だから、今までかけた自分の苦労の積み上げ下地っていうのは壊れることがよくありますよね。そういう意味でその下地を失うことっていうことが下地を生かすことにつながるっていうことは言えると思うんですけれども、だから下地を、自分のやってきたことを大切しながら完成させるなんてことは非常に野望体、重力のある作品を生んでしまうんですね。重力っていうのは非常に、写実的に、な世界ではよく肯定的なこと、例えばその非常に重たい作品、石のようなフェルメールの牛乳を注ぐ女みたいな感じですね、非常に重力のある、モニュメンタルな作品なんて言い方もしますけれども、これが野暮たさにつながってしまうことはよくあるんですね。フェルメールの作品とかも、非常にキレがありますよね。積み重ねの重さではないんですね。やはり飛躍なんですね。フェルメールなんていうのはその本当にピタッと動きが止まったようなモニュメンタルな感じでけれども、それが何かこう微振動している非常に細やかな動き、回転するコマのようにですね、動いている、その高速の動きが止まっているように見えるんですね。
要するにこの世においてはやっぱりこう動きが生なんですね、止まっていることは死ですね。でも本質においては逆ですね。止まっていることが本質において、動きは死にゆくものですね、消滅するもの。そういう坂島の世界に僕らは生きているわけです。僕これは一応写実的なスタイルをとって書いてるんですけれども、まあ写実的って今で言ったらその写真みたいな感じだと思うんですけど、僕が、小学校の時に習ってた教室でですね、絵の先生が、写実画家だったんですね、今も活躍されてますけれども、写実画家といってもですね、タッチで描く画家なんですね。まあ、いわば印象派のような、全然違いますけどね、印象派のようなそのタッチの中に現実を、写実性を見ていくというようなことなんですけれども、僕が大学入った時にびっくりしたのが、何も知らずに入ったんですが、割と大半の人がですね、先生も含めて映像を描くんですね。絵の具と筆で映像を描いてるんですね。それにはびっくりしました。僕は絵っていうのはタッチで描くもんだと思ってたけれども、映像を描いている画家がたくさんいてですね、あ、こういうものかと思って、なんか非常に違和感を僕の中で感じたんですけれども、で、まあ僕は結局在学中も映像で描くっていうことがなかなか、まあ、やろうとしなかっただけですけども、できなくて、まあ、自分の家を描こうという思いだけでやってたわけなんですけれども、絵の具で描いてる感、ベタベタ絵の具で映像を描いてる感っていう感じが、全然なんか好きになれなくて、全然リアリティがなかったですね。でこれが写実主義の、なんかもう基本的なスタイルなのかと思ってびっくりしました。でもそれを広い目で見た時に、それはやはり、ベーシックなものではなくてですね、ほとんど世界のほとんどが、タッチで描いてるんですね。まあ、アメリカではフォトリアリズムなんていうものがありましたけれども、それすらタッチで描いてますよね。映像を描こうとしているのにびっくりしました。人が多いのにびっくりしました。で映像を描こうとしている人はなんかこう絵の具で描いたような感じするんですね。で向こうからしたらこっちの方が絵の具で描いてんじゃねえかっていう感じがすると思うんですけど、本当にそれも逆の感覚で、よくなんか絵の具が物になるとかっていう言い方彼らはするんですけど、彼らの描き方で物になるのは自分の描いているものじゃなくて、多分違う形で物にはなると思うんですけれども、だから写実を目的としてないのかなと思うんですね。時々写実っていうスタイルを持ちながら違うものに変換しようとしているのかなと思う時がよくあります。僕はあくまでも写実が目的なんです。そういう意味で僕は写実主義っていうもの、写実リアリティ、リアリズムっていうものを僕は絵の中の楽しみとしているんですけれども、だからですね、方法論は違うんですね。目的は写実主義、写実リアリティ、どれだけリアルに、ものを見れるかっていうこと、内面も含めてですけれども、見れるかっていうことが目的だからですね、方法はそれとは違うんですね。写実の方法においては、目的と方法が極めて近い時があるんですね。多分そのことで、方法と目的を混同してしまうことが あると思うんですけども、こういうふうに描いていくとですね、あ、この色調誰かに似てるなとか、なんかこう自分の見てきたものとつながるんですね。でそういう時は描き心地がいいというか、何かしら、つながりを持って描いてるんですね。まあ、そ
そうするとですね、人にまあ伝わりやすいというか、共通言語になることはよくありますね。で、共通言語っていうのは、前回も言ったように、共通の概念、この人が見えるとかですね、共通の概念なんですね。それもいいことなんですけれども、さらにやっぱり上があるということをよく知っておかないといけないと思います。さらに上というのは共通の概念がないことですね。それが何の言葉も持たない、共通の言葉を持たない、それが何の、ことも示さないことですね。誰も理解できない、そういうところにやっぱり最高の原理はあるんですけれども、そのちょっと下にですね、時空を超えた、その、肉体的な巨匠とのつながりがあるんですね。感覚ですよね。でこう書いていると誰かに似てるなとかって思うわけですよ。例えばスーチンの色彩の感覚であったりとか、この白の使い方、赤の使い方であったりとか、テルベルトの感じであったりとか、フォルムの大きく捉える見方であったりとかですね。フォルムっていうのはタッチが長ければ長いほど簡単なシンプルな形になるんですね。一気にぐるっとシルエットを囲むようなタッチですね。そうすると一つの動きがそこに現れるですね。見えてくる、描いてる方が見えてくるんですね。あ、こういう動きになった、こういうふうに動いたっていうふうに見えてくるんですね。で、その動きの中にどういう形があるかっていうのは見えてきた分を描くんですね。だから、あ、こういう角度で頭が傾いてんだってなると、そういう角度を描くわけですね。で、そういう正確さ、全体を捉える筆っていうのは、大きな筆じゃないとなかなか捉えられない。素材っていうものはそれだけ深く関わって、素材っていうのは筆の大きさですね。筆の大きさとか絵の具の量、そういうものが、現実を見せてくれる。現実がどんなように、傾いて、いるかですね。正確な位置をそこに見出すんですね。で、細かく描いていくときも本当はそうしないといけない。細かく描いていくと、大きなものを見えなくなりますけれども、細かい中に一つの傾きがそこにあるわけです。ミクロの中にマクロがあって、入れ子状になっていくわけですけれども、それが見えなくなってくると、やはり大きなタッチをもう一回引き戻す必要があるということだと思います。で、絵をシンプルに、やはり複雑になりすぎる傾向にどうしてもありますから、僕もあるので、時々大きく見直すんですね。そうするときに細かく入念に描いた自分というのは壊れますけれども、その犠牲になることが非常に大切ですね。まあ、アコヤだったかな、絵は犠牲で成り立ってる、アコヤですね、絵は犠牲で成り立ってる、俺に一本の木炭を与えたら分かるよということを言ってますけれども、何かこう絵が立ち上がる原因っていうのをゴヤは掴んでたんですね。あ、ゴヤにも似てますね。ゴヤにもちょっと似てる、この感覚が、色彩の、王家の肖像の何か、やはり数値も似てる、繋がってるんでしょうね。だからそういう場合はなんかいろいろ見えてきますよね。描いてると、あ、ここにこういうふうにタッチしてこういうふうに動くな、人のバックグラウンドもあるなと、いろいろな、ものが見えている。だからですね、この状態で、あ、別に終わってもいいなと思うわけですよ。ある程度の人は理解できるし、面白がってくれるということがあるわけです。それはそれでいいと思うんですよ。それはそれでいいし、これで本当にサイン書いて終われば、それなりの、オイルドローイング、僕が求めてたこれぐらいのドローイングがいいなと思ってた部分ですから、それここで右下か左下にサイン書いてですね、ドローイングですよと出すことはできます、それはそれでいいんですけれども、もうちょっと、深掘りしてみよう、つまりそれを失ってみようということなんですね。迷ってますよね。これでいいかもと思い始めてるんですね。だけれどもですね、そういう
この段階ではですね、この一筆入れるごとに何か自分の持っている得たものを失う感覚がちょっとあるんですね。だからですね、何か自分がまだ自分その得たものを大切にしようとしている癖があるんですね。この段階で本当の最後っていうのは僕はなんか感覚として覚えてる、よくあるんですけど、描けば描くほど全部的に当たるんですね。でそういう状態ではないですね。まだ本当にドローイングスケッチ、本質的なものとつながるスケッチ、心象スケッチですね。そういうものの段階なんですね。だから得たものが非常に綺麗だったけれども、それを次のタッチで失っていくのが怖い段階なんですね。完成する段階っていうのは、もう本当にその今まで見つけてきたものを失ってですね、進んでいって、本当に何も最後に見つけられなかった時にそれがそのまま完成するわけなんですけれども、まあ、これが身体性ですね。絵の具そのものがアートになる、っていうことなんですね。絵の具そのものが身体性になるっていうこと、何かこうつながっている限りは部分的な身体性なんですね。自分の中の部分的なものとを認めて、アートになっているけれども、全部やはり、前回も言いましたけど否定されて失った時に全てがアートになるっていうこと、要するに 空虚になることですね。それが、まあ、救いと言いますか、救済なんですね。そこまでいくと本当のアートです、けれどもやはりなんかまだ、表象の中にそういう論理原理を織り込んでいこうっていうことなんですね。ちっちゃい時に見たネバーエンディングストーリーの最後の方でですね、最後世界が崩壊した後に一つの名前を主人公が、言葉にするんですね。そうする時に世界が再生される、それと一緒だと思うんですけれども、発音することによって世界が現れるんですね。最初に言葉があって、そこから人が生まれ、言葉の方が先ですね。でそういう意味で言葉の方が先、要するに精神の世界、人間の肉体の世界ではなくて精神の世界では、言葉が先にあるんですね。もともとに何もないからですね。もともとは何もないから言葉が先にあるんですね。で言葉が先にあってそこから世界が生まれる、そういう感じで、全て失った否定された身体性からは、そこに命が吹き込まれるしかないんですね。それは命の吹き込まれ方はですね、世界が生まれた生まれ方と一緒なんですね。だからですね、そこをみんな、いろんな人たちは物語にしたりとか、絵画小説にしたりとかしているわけなんです。肉体的な世界では言葉を殺してしまう、どうしても殺してしまう、精神の世界では精神が言葉から生まれる、人間が言葉から生まれるですね。で言葉よりもさらに、市場のもの、つまり発音される前の姿、言葉が生まれる前、言葉が発生される前の姿、何もない、生まれる前は何もないですね。発音される前は何もない、で発音された時に初めて、世界が生まれるっていうことなんですか。その何もない状態っていうものを虚しい状態、貧しい状態っていうんですね。貧しいものは幸いなり、その人はえべければなり、三条の水君にあるようにまさにその通りで、貧しいもの、貧しい人たちは幸いですっていうことなんですね。それを得ることができるからですね。
貧しい人、貧しい人っていうのは何も望まない人ですね。何も欲望しない人。だから、例えば あるそういうキリスト教みたいな宗教を信奉しててですね、その神に仕えるとかですね、何かいいことをするなんていうことは、虚しくはないんですね。つまりその人は貧しくはないんですね。だから、つまり そういうことも欲望してない人、何々のためにとかいいことのために、また神のためにみたいなことを何も欲望していない人のことを言ってるんですね。だからですね、何も欲望しないのにどうやって何かを得るのかっていうことは疑問に上がってくると思うんですが、得たことが分かるのかということですね。それが面白いところでですね、何も欲望しないと、言えば神自身が欲望するんですね。神が欲望する同じ方法でもってですね、僕の中で欲望するんですね。つまり僕がやることなすこと、一挙する一動が全て神の欲望の仕方に変わるわけなんですね。そうすることで自由を感じるんですね、人っていうのは。だけどこういう、ことを一塊に言って、例えば一つの絵の具の塊がある。その絵の具の塊は、絵画全体にわたって一つの絵の具の塊であると。でそれにおいて自分が関わった結果は散々なものであったと。何も生まれなかったし、何もそこから連想されなかった。やりたいことはそこで何もできなかった、貧しい気持ちになるわけですね。でそれが、姿なわけなんです。それが神の姿ですね。その神の姿が、神が、そこで、全てを生んだと同じように、その姿で全てを生むんですね。なのでですね、物が残るんですね。つまり自分は消え去って、自分の、やりたいことを、そうしたかったことを、欲望したことを、いいものを作りたかったことは消え去ってですね、物だけが残るんですね。でそこで神が欲望するんですね。で一挙手一動、僕の一挙手一動、そのダメだった結果の一挙手一動が全て、かけがえのない世界になっていくわけなんですね。だから僕が望んだものよりもはるかに、はるかに僕の全体を、神というものは、贖ってくれるということなんだと思います。そこに愛を感じるんだと思いますね。それが絵の中に最高のものを見るということなんですね。最高の内容を見るということ、絵はあってそれが見る装置になるということなんですね。絵がもともと何かしらの意味を持っているとしたら、それはその意味しか、なくなりますけれども、それが何も持っていないとしたら、そこに内容が集まってくるんですね。そうすることで絵の中に自由にものを見ることができる、そういう最高の真理すらも見ることができるということなんですね。ものが残る、ものだけが残る、エクハルトが言ってますけれども、人の中に、神が、御子を産む時に、同時に人は神の中に、御子を産み返すのだと言ってますけれども、それが何回も生きているうちに起こる、と言っていますけれども、つまりそのものが残る、ということは、それが神がそのままあるがままに神が欲望する装置になるわけですね。でその、ものはですね、人によらなければ生まれなかったわけなんですね。で
そのものをですね、神のうちにですね、生み返すんですね。そうすることでそれが装置になるわけなんです。で、虚しくなって貧しくなって、そこに神が、御子を産む余地がそこにできる。で、そこに生まれ、神が生まれる。生まれると同時に、人は、神のうちに御子を産み返すということなんですね。エクハルトは言ってますけれども、あの乙女であるよりも一層いいことは女であることだと言ってますね。別に乙女というのははらむんですね。キリストを霊のうちにはらむわけですけれども、それを産むことができる、女であるべきだと言っているわけなんですね。で、まあ言えば乙女というのはいろいろなその霊的なインスピレーションをいただくけれども、それを神のうちに産み返さないということをエクハルトは、書いていました。こういうことは狭いキリスト教の中だけの話ではなくて真理ですよね。だから何でも普遍的なもの、何でも何にでも当てはまることなので、もちろん絵画人だけ当てはまることではなく、これが絵画の話として捉える人も少ないかもしれませんが、そのもちろんその宗教、限られた宗教のことでもないわけです。で、また限られた宗教のことの中の人も、こういうことを感じているかどうかっていうのはまた別の話なんですね。最上の内容を絵の中に見た時はですね、その何もない無の状態から一段落ちているわけです。何かそこに見出してしまったからには、報酬を得ているということだから、無ではない、虚しくはない、貧しくない状態になっているということなんです。だから、何かそこに市場のものを、市場の原理を発見できる、その仕組みを、自らの行為で、感じることができる、内容を見出すことができる場合は、一段落ちたものなんですね。よって元来あの絵っていうのは何もそこに意味がないものであるべきなんだということは分かります。